おはようございます。1月5日木曜日朝6時43分です。今朝は晴れのスタートです。まあ、風がないので気温は結構寒いかと思うんですけど、そこまで寒さは感じないです。ただ足元は冷たい。で、今日撮影に使っているカメラですが、先日購入したライカの D-LUX7 になります。まあ、どうしても AF 性能がね、若干ちょっと迷うところがあるんですけど、まあそれでもライカの109や LX の100の時に比べると AF 性能かなり良くなってるので、そんな言うほど今も迷ってないような感じがするんですけど、どうかな。で、マイクは内蔵マイクですね。もともとマイクの入力ラインがないので、どうしても内蔵マイクか音声別撮りになるんですけど、とりあえず今は内蔵マイク使って撮影しています。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。さあ、 AF 性能どうですかね。で、このカメラ自体はマクロモードがあるので、マクロに切り替えするとかなり寄れるようになります。これまあ通常モードなんですけど、これでもね結構寄れるんじゃないかな。これ今ピント合ってますよね。これが今レンズの前からだと5センチぐらい。うん、 AF 大丈夫ですね。以前の109の時に比べるとやっぱり AF 性能自体はかなり良くなっています。まあこれ以前も所有してた時も検証したんですけど、なかなかね AF 自体は使える性能だと思いますね。まあソニー機なんかと比べるとやっぱりね、迷ったり遅いっていうところあるかもしれないですけど、もう全然普通に使えるレベルだと思います。ちなみに今設定ですが、シャッタースピードは一応ね今のところ30分の1に固定しています。で、F 値の数値がね今いくらかっていうのがどうしてもこう撮影中に出てこないので、ただまあ F1.7 という明るいレンズなので多分 F1.7 になってるんじゃないかなと思うんですけど、今ちなみにこれオートですね。マニュアル設定も簡単にこのカメラ切り替えできるので、本当にねこうマニュアルで撮影したい方には非常に扱いやすいカメラだと思います。で、シャッタースピードもダイヤルで変えられるし、で、あと露出の調整なんかも簡単にできるし、で、F 値なんかも絞りもね、リングで調整できるので、本当にね、こうマニュアル感覚で使用できる、ちょっとオールドっぽいカメラとして、結構だから僕ね、好きなんですよね。まあ、LX100 なんかも同じなんですけど、このスタイルのカメラ本当に非常に好きで、パナソニックの LX100、LX100M2、そして、ライカの109、そして、ライカの、D-LUX7、あ、もう4種類のこのカメラをずっと今まで使ってきてるんですけど、まあ、改めて使ってみると本当久しぶりに使うんですけど、やっぱりねいいカメラだと思います。撮影スタートしたかな。画角的にもいけそうですね。はい、改めましておはようございます。現在時刻が8時半を回ったところです。で、今撮影に使っているカメラですが、先日購入したライカ D-LUX7 になります。で、このカメラ自体は、もうバリアングルとかフリップの液晶っていうのがないので、どうしてもこう自撮りするときにどういった画角で撮影できているかっていうのが、カメラ側の方ではちょっと確認ができないんですけど、ただまあこんな感じで、まあアプリを使って、まあ今どれぐらいの、感じで撮影できているかっていうのはね、確認できるようになってます。これがね、意外とアプリ自体がこうよくできていて、以前はね、こんなになんか良くなかったと思うんですけど、まあバージョンアップしてから良くなったのか、ちょっとそのあたりすいません、わからないんですけど、かなり使えるアプリになっているので、このアプリと併用しながらだったら、まあ自撮りもなんとかできるんじゃないかなと思います。まあ大体もうこのあたりね、手持ちになってくると、まあこんないちいち画面確認することがないんで、大体これぐらいっていうところで多分撮影していくような形になるかと思うんですが、まあ、こんな感じで今三脚に、まあ、立ててダッシュボード上に置いてるんですけど、まあ、こういった形で、撮影するときは、きちんとね、この画角の調整とかできるので、まあ、このあたり構図の確認できるので、まあ、このあたりはね、非常にやりやすいんじゃないかなと思います。それでは、朝からマックに行ってきます。あ、よく考えたら2023年初マックですね。初朝マックです。それでは2023年初朝マックいただきます。じゃあコーヒーから。やっぱ2023年もコーヒーは熱い。
マフィンもいただいちゃいます。チキンクリスプ、うん、うまいです。ごちそうさまでした。マフィン美味しゅうございました。それでは職場に出社します。あ、今日めちゃめちゃ天気いいんで充電しよう。充電、さあどんな感じでしょうか。まあアプリで確認する限りではまあまあいいんじゃないかなと思うんですけど、ちゃんとね AF もあの顔認証してるので、ちゃんと顔に今フォーカス来てるかと思うんですけど、どんな感じでしょうか。あとまあ全体のちょっと明るさがね、いまいちまだパッとこう把握できてないんですけど、まあただアプリで見る限りではそこそこいけてるんじゃないかと思います。あ、ちなみにですね、音声は一応内蔵マイクで音は取ってるんですけど、今ちょっと見えないんですけど、ここにズームのM3 で一応別撮りで音声撮っています。で、編集時に一応 M3 の音を、最終的に編集で使おうかと思ってるんですけど、ご了承ください。はい。というわけで最後ちょっとね、続けていこうかと思います。はい、で、先日購入したライカの D-LUX7 で今車内で撮影しています。どんな感じでしょうか。ちょっとまだ自分自身で全然確認ができてないので、どれぐらいのものなのかちょっとわかんないところはあるんですけど、アプリで見る限りではそこそこいけてるような感じがするんですけど、まあ、このあたりも含めて、ちょっと何度かまあ試しで撮りながら調整していこうかと思います。はい。で、このカメラなんですけど、まあ、非常に、コンデジっていうことでね、まあ、コンパクトはあるんではあるんだけど、まあ、ソニーのコンデジと比べるとやっぱちょっとね、サイズ的に大きいっていうところはあるんですが、ただやっぱそれでもね、マイクロフォーサーズのセンサーサイズで、レンズ自体も F1.7 と非常に明るく、あと35mm 換算の 28mm70mm だったかな ?2870 で、結構ね、あの、望遠液でもそこそこ使えるカメラなので、まあ動画だけじゃなくて、まあもちろんあの写真の方でも全然使えるあのカメラで、まあ非常にこう使っていても、で写真自体の画質もいいし、まあ使い勝手もね、朝少し話した通り、オートでの撮影もいいんですけど、やっぱこれねマニュアルで撮るっていうのがね非常に楽しいカメラだと思います。まああの D-LUX7 の前のモデルの109だとか、あとパナソニックのまあルミックスのLX100 シリーズなんかも、まあ、使ってて、写真でもね、バンバン使ってたんですけど、めちゃくちゃいいカメラなので、まあ、自分自身こう使っててもね、非常にあの楽しいカメラだと思いました。で、まあ、これからもね、しばらくちょっと使っていこうかと思うんですけど、ちょっとね、もうしばらく使ってなかったので、使い方だとか、こう、設定関係どうやってたかっていうのを全然覚えてないので、今ちょっとずつ思い出しながらだとか、昔こうメモしていた、メモ等をちょっと読み返しながら、設定関係今少しずつ触ってってるんですけど、あ、ちなみに今日、画質ですが、標準画質にあのしています。もう特に何も設定触らずに、そのまんまで、撮影してるんですけど、まあこのあたりの画質も、まあライカならではの一応画質にはなってるかと思うんですが、そのあたりも含めてね、自分自身でまずちょっと確認していきたいと思います。はい、というわけで本日はちょっと短めになるかと思いますが、以上となります。また感想とコメントいただけると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。